せーの、大丈夫君コーヒーライブ。チーム大の松永です。福来です。竹馬です。小松です。今日は絶対勝つぞ。おー、チーム大の横山です。松本です。金上です。田中です。丸山です。頑張るぞ。どう混ざるからな、うん、絶対むずいで。色で覚えよう。これ全然違う。赤覚えるから。緑も覚えてる。緑分からんわ。確かにもう自分ダメ。赤覚える。あ、こっちの方が苦い。これが緑のデミタス。最高モノコ。甘さ控えた。これはわかりやすい。じゃあ、ミルクコーヒーはまた担当するの。赤を担当するの。はい、もう終わりです。じゃあそれではまずは1回戦、在籍年数が短い対決いきます。負けんな。では1回戦はこちらで。じゃあ注ぎますよ。まだ飲まないでくださいね。少ない。音が一緒。音で見分けよう。そのままで見分ける。耳当てるでしょ。その音が。それで分かる。その音はもうあれしかないよ。これしかないですよね。その音はあれしかない。ちょっと匂いした。決まった。はい、それでは皆さん飲んでください。もう匂い嗅いで匂い。見ないで。飲んだ方からカップを置いてください。飲めないこれ。まあむずい。やばい。待って全然わからん。まだ。ああ。もうさあれだよね。音的にはさ、音的にわかる。あれっしょ。うん、なんかさ、音。音感じではあったよね。はい、それでは目隠しを外してください。自分の感じ。はい、じゃあ旦那さん、いい声じゃん。どうぞ。味はじゃあまずは小島さんから一人ずつ味の感想を言ってみてください。どうでした？ちょっと 甘い感じの微糖かなって感じかな。微糖かな。はい、はい、おまさんは甘みの中にも苦みがある。そして、うん、ちょっと奥深い感じ感じましたね。感じる。丸山さんはちょっと苦かったけどすっきりしました。すっきり。丸山さん、最初は甘かったけど、ちょっとだけ苦味があった、最後に。おお、田上さん。苦すぎず、ちょっと甘い。おー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 おお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 じゃあ、全然意見交換しちゃってくださいね。もう決まりましたね。あ、決まった。チーム大は決まった。チームどう揉めてます。どちらにしようかな。飲んだことあるの？本当ですか？いや、やめてやめて。いや、でも両方微糖やからすごい。ここまで選んでる。いつもお世話になってる大道さんのコーヒーですので、間違うことは許されません。皆さん、1前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
6、5、4、3、あ、決まった。じゃあ、はい、はい、頼む。私たちが選んだのは絶品微糖です。じゃじゃーん、こちらになります。はい、さあチームどうは、私たちが飲んだのは、はい、あら、私たちが飲んだのはこれ何ですか。豆量を1.5倍、間違った、プレミアム豆ブレンド。じゃあ、ね、プレミアム、これです。はい、デミタスが読めなかった。デミタスが読めなかったってことですよね、今のは。そのじゃあ なぜこれだったかっていう、その決め手を、二人の意見はどうでした？同じ？分かれた？いや、分かれてない。分かれてない、はい、どうでした？何が決め手というか、ここはなんか甘い系で、うんうん、こっちはちょっとコーヒーっぽい、うんうん、で、これがなんかその中間、中間のラインだ、あー、なので絶品微糖だと。はい、はい、じゃあなぜデミタスの青になりましたか？もうでもこれでしかないと思って。あ、でしかない。で、自分青担当だったんで、うん、まあもう2人ちょっと意見違ったんですけど、うん、これで押しました。あ、私を信じろと。デミタスこそ読めなかったけど、はい、味は任せろと。はい、任せてください。わかりました。さあ、それでは正解を発表します。正解はデミタスの青です。同チームの勝利。すごい、すごい、そういう戦い方あるんだ。はい、さあ続いては、松永選手、桜井選手ペアと松本選手、横山選手ペアです。よろしくお願いします。お願いします。まずは自信のほどは、前回の、はい、ポンジュースの対決で、はい、まあ、惜しいところまで行ってたんで、うん、ここはしっかり勝ち切りたいなって思ってます。めちゃくちゃ間違ってましたよね。愛媛飲料さんのところでね、もうちょっとのところまで行ってたんで、はい、みかんとリンゴの味分かってなかったですけど、まあ、それを払拭するためにもね、うん、私味分かるんだぞって。挽回しにここに来たんで、今日は、はい、期待しています。桜井さんどうですか？エースがいるんで、うちには、はいはい、エースを頼っていきたいと思います。なるほど。さあ、そして松本選手、横山選手はどうでしょう？普段からコーヒーは毎日飲みます。毎日飲む。大道さんのコーヒーを。もちろん。はい、間違う。あるんで。はい。職場に大道さんの自動販売機。あ、自販機があるんで。そちらでコーヒー買ってます。なるほど。ってことは間違うわけがない、ない、ない。わかりました。はい、待ってくださいね。横山さんの方から言ってますから。絶対わかんない。あー、これかこれか、分かった。はい、2回戦はこちらです。まだですよ、飲まないと。はい、さあ、皆さん飲んでください。まだです。飲んでいい、飲んで、はい、飲んでください。匂いでいいよ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 。グッといってくださいね。で、飲み終わったらポッと置いてください。飲み終わったらポッと置いてください。あいさん、やめない、いけるっしょ。飲みに行こう。目開けないで、まだ飲み終わったら、飲み終わったら、まだ、まだですよ。ちょっと松永さん長いですよ。飲みました？はい、はい、飲みました。はい、それでは皆さん目を開けてください。まずじゃあちょっと2人、あの、意見を交換してください。どうぞ。うん、牛乳な感じ、ミルク感じた、感じたよね、うん、松永選手は牛乳な感じ、ミルクを感じたと。ミルクを飲んでるかのような感じで、あの、ミルクはないけど、岡山選手はどうですか？どうでした？
ああもう3択に甘い気がする。まあまあまあここまではもうすぐ、ああすんなり結構すっきりしてる。本当にいいですか、ここまではすんなりで。え、うん、こんな香りしないんじゃなかった、うん、コーヒーじゃなかった。コーヒーじゃなかった。でもなんか、キレ感じなかった。コーヒーは入ってる。キレ。キレ感じなかった。極まる香り、コク、キレ。初めは牛乳な感じしたんだけど。いいですよ、松永選手、いいですよ。したんだけど、もう、うん、すぐ、うん、飲んだ瞬間キレって感じ。ああコーヒーの後、あ、ミルクの後にキレを感じた。なるほど。ってことは、キレがあるやつだと。あー、松選手、どうですか？確かに。どういうご意見が出てますか？この2個で、おうおうで、まあ、お互いに意見が合ってるので、はい、はいはい、もう、あ、決まった。はい、そうですね。決まりました。キレを感じた。はい。なるほど。私たちが飲んだのは絶品微糖です。キレを感じました。はい、そしてチームどう。私たちが飲んだのは、うん、アメリカンカフェオレですです。はい、甘さがあったのででもこちらです。在籍年数の長い両チームですから。でも意見分かれましたけど、全然今なら意見交換。キレを感じて選んだのと、はい、キレとはキレとはキレとは牛乳はえミルク変えるミルクミルクこれミルクこれって入ってんだよね。あ、でも一番に牛乳ってことじゃあ一番あ、じゃあ牛乳かじゃあじゃあこれね結構多分牛乳入ってるやついっぱいあるんですけど、うん、はい。本当だ、これ牛乳だ。あのどっちかってコーヒー頼りに選んでほしいんですけど牛乳頼りじゃなくて全部牛乳。でもさ、いいですか。え、キレかマイルドかだよ。うん、うわどうどうどう。え、私はマイルドだった。でもキレじゃない。松尾選手お願いします。私たちが飲んだのは、うん、アメリカン何カフェオレ、はい、です。じゃあ両方結局合わさったということで、はい、マスメガスね、いいですね、迷いないですね、はい、正解は M コーヒーです。めちゃくちゃ無駄にしてます。全然違う二択でもらってます。ついに転べられた感じで。めっちゃね。私こっちから。はい、じゃあ最終決戦はこの4人で対戦します。まずは桜井選手と小島選手です。お願いします。お願いします。自信はどうですか。さっきはちょっと外しちゃったので、今回は決めに行きたいと思います。なるほど。まさにいいですね。はい、そして田中選手と松本選手お願いします。お願いします。まあ、田中選手はさっきもう青のデミタスなら私に任せろ、はい、また来たら絶対当てれます。なるほど、はい、青なら私だと、はい、それ以外の自信はどうですか。まあでもいけると思います。まあ自信がもうあると、はい、松本選手はさっき普段から大道の自販機があるんでと言ってましたけども、はい、ちょっと外しちゃいましたけど、エースがいるんで大丈夫です。エースに期待という、はい、じゃあ分かりました。じゃあ皆さん目を閉じてコップを片手持ってください。準備ですか。まだ目を開けないでくださいよ。飲まないでくださいよ。僕が言うというまで。はい。じゃあ最終決戦はこちらです。
まだ飲まないで。じゃあ一気にグイッと飲んでください。で、飲んだらコップを置いて目を開けないで、グイッといってください。香りから入ってる。グイッといってください。コップを置いたら回収します。コップを置いたら回収します。はい、目を開けてください。コーヒーじゃないと思う、自分は。でもコーヒーしかないですよ。甘かったね。これ甘かったから、水戸がない。外していって苦味はそんななかったね。これ甘いですか？これは甘くない。これも違う。選手はまず青のデミタスだったかどうかというと、ではなかった。ではなかった。話早いですね。でも自分はこの中にないと思う。でもさっぱりしましたね。何味じゃん。なんかめっちゃフルーティーだった味。あんま果物が甘すぎない。そう味がね、くどくはなかったよね。くどくはなかった。すっきりしてます。コーヒーの味すごいだったっけ。コーヒーの味決まりましたが、じゃあ、あと10秒で10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。決まりました。田中選手、もういけ。もう行けました。エース、もう行けました。さっきのこれと同じだった。いい、マジで。桜井さんは決まった。小島さんは決まった。ちょっと隙間から匂うのやめてください。反則です。隙間から匂うのはやめてください。はい、じゃあ決めてください。じゃあまずは、はい、田中選手、松本選手のチーム銅の方から私が飲んだの和でお願いします。はい、どうぞ。でもなんか、うん、ちょっとこれなんかカルピスルーミーみたいな。これカルピスルーミーみたいな。まあ、なかった気がする。カルピスルーミーは、じゃあこれカルピスじゃないですよね。大道さんカルピス。はい、行きましょう。私が飲んだのはアメリカンカフェオレです。はい、その決め手は一番これだと思いました。一番もう直感というか、結局、はい、一番そのカルピスじゃないですけど、うん、コーヒーの、うん、全然違う。コーヒーの色も違うし味も違います。これだと思います。なるほど。はい、じゃあこちら選手と桜井選手でもあるじゃないですよね。はい、フルーティー、自信を持ってお願いします。私が飲んだのはミルクコーヒーです。絶対こっち。はい、いいですね。変えなくていい。この中に絶対ありますか？コーヒーです。絶対コーヒーですか？というと、なんか飲んだ時匂いがまずフルーティーな感じがして、自分的にはコーヒーの味しなかったんで、この中にないと思ってます。この中にない。え、あると思う。え、果物って思った。いや、あの最初から高橋さん、ずっとフルーツとか果物しか言ってないんですよ。いや、だってこれはキャラメルだよ。これはでも近いってこと。隙間から匂い。あれしないの。隙間から匂いないでください。一番難しいのはい、これ。オッケー。田中選手もいいですか？はい。近いのは自分もこれだと思います。はい。近いの。だって、クルクルしたことだけど最初。1000ポイントですよ。
いいですね。はい、いきます。じゃあ、変える。これにする。それはもう自分はこれでいい。はい、じゃあ、それでは正解発表します。あ、待ってください。はい、変えていいですか。はい、いいですよ。ここに来て、松本選手は、うん、ここにないやつだと思います。ここにないやつだと思う。それはいいか。それはいい。これでもそれ田中選手はいいんですか、それで。自分、最初カルピスだと思ってるのになんでそれは否定できないです。もう先輩の意見を。じゃあ正解発表しましょう。正解はフルーツオレオ飲んでいただきました、皆さんには。ほらフルーツ、あんで、あとフルーツとカルピスも全然違うのよ。濁ってる感じは似てる。濁ってるんだよ。色が色が。まあまあまあ、田中選手以外は気づいてたかなっていうような。田中選手は最後の最後までカルピスって言ってましたから。ちょっとじゃあお遊びはこの辺にして、最後のラストいきましょうか。マジなやつ。さあ、それでは最終決戦いきたいと思います。最後はこちらでいきたいと思います。じゃあ松本選手の方から注いでます。はい、皆さん飲んでください。飲み終わったらコップを置いて、まだ目を開けないで見ないでください。カンニングしないでくださいよ。コップを置いてください。はい、皆さん目を開けてください。今回はちゃんとコーヒー。果物の味。コーヒーの味がしちゃう。コーヒー。あ、早い。早いですか。じゃあ一回せーのでいきますか。早いですよ。これやと思う。まず来た。これ違いました。早いか。これラストですよ。でも切れ、切れあった、あった、あった。切れは分かった？切れ分かったの今。え、でも切れっぽかったですね。すごいスッキリした。なんか飲んでみて、桜井選手どうでした？どんな味が？え、苦味を感じました。苦味を感じた。そして切れ、切れを感じた。これ切れですか？これ。小島選手どうですか？いや、ちょっと苦味があって、うん、ちょっと切れって書いてる。いや、自分は切れだった。でも、深みがなかった。ちょっとだけ切れって書いてる。あと深み、深み、あった、苦味、深み、切れ。基本的にコーヒーってそれ全部入ってるのよ。それの度合いや。三段。はい、松本選手と田中選手はどうでした？もう決まった？あ、決め手は何でしたか？もうでも、うん、2人とも一緒でした。一発で、あ、せーので、はい、もうこれだろうってことは、もう意見を交換する必要もないと。はい、でも、もう一個他にないなって思って。他にない、なるほど。裏を書いて萌えがいるからこれが来る。あ、なるほど。出題者のその心理を味でやってくださいね。味で。味でやってください。え、でも難しい。ちょっと行きますね。自信ある。でも大丈夫。じゃあ残り10秒です。10、9、8、7。ただいま同チームが1ポイント。責任は一緒だからね。そうだ。勝ってますから。そうだ。どうする？甘さ控えた微糖って何？甘さ控えた微糖って何？甘さ控えた微糖、甘さ控えた微糖ですよ。この2択、この2択。うん、え、わっこさん的にはコーヒー飲むの？いや、そうやな。じゃあ、え、でもさ、どうしよう。4、3、2、1。はい。さあ、それでは、桜井選手。
ね、コーヒー飲むでしょうね。はい、じゃあ桜井選手、小島選手、私たちが飲んだのはこれですと。私たちが飲んだのは赤のデミタスです。はい、そして田中選手、松本選手はどうでしょう。はい、私たちが飲んだのは絶品ビトです。お、意見が分かりました。綺麗いいですか、まだ書いてもいいですよ。ほらなんていうのやめて。でももう1000ポイントなんで、今1点買ってるから、もう同じのやってもどっちか正解してたら負けますからね。確かに、うん、いいですか。自信のほどはあります。あります。はい、お二人はどうですか。あります。ある。青デミタスではないと。はい、いいんですね。はい、わかりました。確かに。さあ、それでは最終決戦、勝った方が勝利です。正解は赤のデミタス。すいませんでした。これからもたくさん飲みます。はい、大蔵さん、いつもサポートありがとうございます。今日は何、大蔵の聞き込みじゃないです。いやいや、